皆さんこんにちは。ここからは日本を代表する牧場から3名のパネリストをお招きしてお話を伺っていきます。社大ファームから吉田哲也さん、ノーザンファームから吉田俊介さん、ビッグレッドファームから岡田博一さんです。お三方はここ北海道で生産事業を営む家系に育ち、幼少の頃から日本の競馬と生産の発展を目の当たりにしてきた、今や次世代を担うリーダーでもいらっしゃいます。どうぞ壇上にお上がりください。おかけください。よろしくお願いいたします。まずは社大ファームの吉田哲也さんをご紹介いたしましょう。社大ファームは哲也さんの祖父にあたる吉田善也さんによって1950年代に北海道に設立されました。善也さんが亡くなった翌年1994年に前身の社大ファームから社大ファーム、ノーザンファームとしてそれぞれ独立して経営されるようになっています。現在の社大ファーム代表は哲也さんのお父様にあたる吉田照也さんが務められています。では吉田哲也さん、社大ファーム現在はどのような牧場なのか、そしてご自身が経営に加わって以降の何かターニングポイントのようなものがありましたら、それと合わせてご紹介をお願いします。はい、失礼しました。現在社大ファーム、もう分割以前と変わらず、競走馬の生産育成、そして販売を専業に手掛けております生産牧場ということになっております。まず根幹である生産、そしてそのあと中期育成、調教と呼ばれる後継育成というものを経まして、競馬場に送り出すまでの2歳馬を北海道にある複数の牧場で取り行っております。生産馬の8割以上はクラブ法人への提供ですとか、セレクトセールをはじめとします市場の方に上場させていただいているマーケットブリーダーということにもなります。また本州エリアに2つのトレーニング施設、調教の拠点をまた置いておりまして、現役の競走生活が始まってからの競走馬たちをサポートしていく体制も整えております。今こちらにスターズオンアースですとか、プログノーシス、ダノンデサイル、チャンタルマンタルといった競走馬たちも休養したり調教されたりしているというような状況です。後ほど俊介さんもお話しされると思いますけれども、ノーザンファームさんなどと一緒に社大グループというグループを形成しておりまして、その一角として社大スタリオンステーションや社大レース、社大ホースクリニックの運営にも連携しているところでございます。特別その決まった言葉のその企業理念みたいなものは社大ファームにはないんですけれども、とにかく上質な競走馬を提供していくことで、皆さんその競走馬に関わる方にもっと身近に競走馬を持っていただけるようにと思いながら、そういうコンセプトでお仕事をさせていただいております。サンデーサイレンスを超えるそのターニングポイントというのは今の社大ファームではちょっとまだ経験ないところなんですけれども、ちょうど今年鈴鹿の方に関西にトレーニングセンターを開業いたしまして、これがすいません、20数年ぐらい前に私が入社した頃からずっとそのようなプランがあるというふうに思って、ずっとそういうふうに聞いておりましたので、いよいよ20数年経ってその思い描いていたスタート地点に立ったのかなというところで、ターニングポイントをちょうど今年になるのかなというふうに思っております。本日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。続いてノーザンファームの吉田俊介さんをご紹介いたしましょう。現在ノーザンファームの代表は俊介さんのお父様にあたる吉田克美さんが務められており、俊介さんは副代表という肩書きでいらっしゃいます。繁殖牝馬、子馬、競走馬を含めて3000頭以上、
また従業員も1000人規模というまさに日本最大の牧場に成長しています。毎年国内外で生産馬が多くの G1 勝利を挙げているわけですが、こちらノーザンファームの事業内容等についてぜひお知らせください。はい、よろしくお願いします。ノーザンファームは、競走馬の生産育成調教を手掛ける牧場で、ご紹介いただいた通り、現在は繁殖牝馬が約1000頭、今年生まれた当在馬は700頭ですね。でまた現在1060人ほどの、従業員が働いている牧場です。私が大学を卒業して牧場に戻った25年前の生産頭数は当在馬が200頭生まれたという年でしたから、それから3倍以上になってますね。牧場が、拡大してきた背景としては、まだ社大ファームの頃、祖父がいた頃ですからですけれども、1980年から、大勢の方々に1頭の競走馬を一緒に所有していただくシステムの、クラブへの生産馬の提供が始まって、現在では、ノーザンファームでは複数のクラブに300頭以上の、生産馬を牧種馬として提供していること、また、1998年に日本競走馬協会主催の、セレクトセールが始まって、それまで庭先取引が、中心 の、 販売経路だったのですが、その流通経路を変えたように、それからも常に新しい馬主さんや会員さんを参入しやすい環境を整えて、生産馬の販売経路を作ってきたこと、これが大きいかなと思います。また、ノーザンファームでも、本州、JRA の、美穂通り島のトレーニングセンターの近くに、それぞれ天栄と信楽の2つのトレーニングセンター、今それぞれ約350頭が調教されている施設なんですけれども、北海道から、2歳馬が移動してきてデビュー前の調整、またレースとレースの間の調整のために、今では、なくてはならない施設となっています。このように施設が充実してきたこともありますし、また、大変多く、扱ってきたことでノウハウが蓄積して、その経験を、次の馬たちに生かせるという、良いサイクルができているのかなと思います。最後に、良い志望馬が、社大スタリオンステーションに揃っている、競馬場で活躍してきた馬たちが志望馬として帰ってくれるという良いサイクル、ができているのも大きいかなと思っています。ありがとうございます。では最後にお隣ビッグレッドファームの岡田博和さんをご紹介させていただきます。このビッグレッドファームの名前はアメリカを代表する歴史的名馬マンノボーの愛称であるビッグレッドに由来するそうです。現在代表取締役を務められている博和さんのお父様で創業者である岡田茂幸さんが、万能王のような名馬に巡り合いたいという思いと、その名に恥じない大きな牧場を作りたいという思いから命名されたということです。では岡田博和さんにもこのビッグレッドファーム、どんな牧場なんでしょうか、ご紹介をお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ビッグレッドファームグループの主な収入源は競馬の賞金です。また種馬を含む生産育成調教競走馬のマネジメントまで行っているため、各段階でコストを意識しながら、弊社のミッションであるタフな競走馬を作り競馬で結果を出す、ことを進めています。このために、子馬には離乳前から円爆やバランサーを与えて運動量を増やしています。想像してみてください。同じ馬が3歳の年末までに5回出走するのと10回出走するのとではどちらが勝つチャンスが大きいでしょうか。 JRA のレースで1回でも勝てれば、特に牝馬においては、競走馬の余生の道が開けます。弊社グループではクラブ法人、つまり、競走馬ファンドの会社と、競走馬の共同所有の販売も行っていますが、お客様の持ち分は競走馬全体の約 25% です。これでもお客様がいることで、純粋なオーナーブリーダーよりは従業員のモチベーションの向上につながっていると認識しています。次に弊社のターニングポイントは3つございます。
一つ目はいわゆる第二次競馬ブームの最中、1986年にクラブ法人を設立しました。資金繰りが大幅に改善しました。当サイバー、一サイバーを仕入れてから賞金で回収するには最低でも 3,4 年かかります。それが一サイバーをクラブに提供して出資を募ることで1年目から回収できるからです。2つ目はその後すぐに自前の大きな販路コースを作ったことです。これにより馬の故障のリスクを下げると同時にハードトレーニングが可能になりました。また騎乗者があまりうまくなくても落馬のリスクも、少ないことが利点です。これらを実行したのは私ではなく創業者である亡き 父ですが、3つ目が2003年に、北海道競馬で始まった認定厩舎制度を利用してデビューさせたコスモパルクです。この制度は日本で初めて民間の調教施設をレース直前まで利用してレースに出走させる仕組みでした。この制度を最初に利用したのが弊社であり、大きな抵抗を受けたと同時に密かに協力してくださった方も多数いました。コスモバルクはやがてシンガポールエアライン国際カップに勝ちました。レース前の調教のノウハウなどを知ることとなり大きな自信につながりました。しかし、まあ、現在もシャダイファームさんとノーザンファームさんがすごく強力なもんで、しかもどんどん事業を拡大しているということで、まあ、弊社も非常に大変な思いをしております。吉田ファミリーの皆さんに対抗するために4つ目のターニングポイントを作りたいと思っているんですが、まあ、それはスーパーサイヤーを当てること以外にはないかなというふうには考えております。ありがとうございます。さて年齢も似通っているお三方ですけれども、子供の頃から今まで競馬をご覧になっていて、特に近年日本の馬が世界で活躍しています。日本の馬はどうして強くなったとお考えでしょうか。去年はイクイノックスがワールドベストレースホースに輝きました。イクイノックス生産はローザンファームでした。吉田俊介さん、そのあたりどこに理由があるとお考えですか。はい、日本の中でのレースを勝ち抜くことに重きを置いて、それぞれ努力をしてきた結果、日本馬のレベルが上がってきて、日本の中での厳しい戦いの中で世界に通用する馬が育っていると、思いました。今年ノーザンファームの生産馬が初めてケンタッキーダービーに出走するので、私も24年ぶりですか、久しぶりに現地でレースを観戦しましたけれども、フォーエバーヤングは本当わずかな差で3着だったんですが、ケンタッキーダービーというレースだけは簡単に目標にしてはいけない、手が届かない別次元の舞台かとずっと感じてきたんです、いたんですけれども、現実的な目標になってきたなと思えるようになって、改めて、今年日本のレースのレベルの高さを実感したところでした。私が考える日本馬のレベルが上がってきた要因ですが、まず、種母馬や繁殖牝馬を絶え間なく導入し続けて血統のレベルが格段に上がってきていることが挙げられると思います。サンデーサイレンスという先ほどみんながターニングポイントに挙げていた種母種馬、またディープインパクトなどもそれに続くすごく影響力の圧倒的に影響力のある種母馬がいたんですけれども、まあ、彼らがいた間には際にはそれらの種母馬に配合するために、違う血統の繁殖牝馬を日本に輸入してきて彼らに配合するされたっていう背景もあったと思いますが、血統のレベルを上げるために、血統の偏りをまた避けるために長い 年月にわたって種母馬繁殖牝馬を導入し続けていること、これがまず大きいかなと思います。同時に調教施設や放牧地の改良なども、本当昔はみんな海外に、勉強に行って、知見を得てきたんですけれども、海外からの知識などを得ながらみんな行ってきているのも大きいと思います。また、いつも思うのですが、本当日本は素晴らしい競馬ファンに恵まれていること、またJRA や NAR の、
努力のおかげですけれども、世界一の馬券の売り上げが賞金やレースの運営に反映される仕組みが確立されていて、生産から競馬場に至るまでの流れがうまく循環していること、また先ほどから出ているクラブや競り市場など馬を所有するまでの流れが、分かりやすく確立されていて、新規の馬主さん、競馬に参入してきたい方が参入しやすい環境があることなどが本当に大きいと思ってます。はい、ありがとうございます。似たようなお答えになるかもしれませんが、吉田哲也さんはいかがですか。そうですね、国際レースに関して言えばなんですけど、やっぱりその厩舎サイドとか、ジョッキーですとか、オーナーもそうですし、時には主催者側もそうだと思うんですけど、ノウハウが非常に積み重なってきていて、その日本の競走馬のレベルが高くなっていることが、その根底にあるとは思うんですけど、そのレースに対するその望み方ですとか、現地での過ごし方なんかがすごく以前よりもレベルが高くなってきているので、その最初の福原さんの質問に答えると、その日本のこの競走馬は国際的に活躍できている要因なのかなというふうには思います。ありがとうございます。岡田さんはいかがでしょうか。もう国内のレースがその最高峰を狙うべき、そしてゴール地点ではない、その先に世界があるんだというふうにフォースマンの認識も変わっていると思いますが、日本馬が強くなった理由はどのようにお考えですか。同じことを言うようになるんですが、競走馬そのもののレベルと、やっぱり人のスキルアップとノウハウの共有が結構進んでまして、本当海外遠征の時にも遠征したことない厩舎の方に、遠征したことある方々が協力してやられているというような感じは受けます。ありがとうございます。さて、日本ではクラブ法人と呼ばれるシンジケートによる馬の所有形態があります。これは競走馬ファンド会社に牧場から商品として馬が提供され、それに対して1頭あたり例えば40人ですとか400人、500人といった会員さんの皆さんが出資する仕組みとなっています。そのクラブ法人が賞金の一部を配当としてファンド会社に支払って、さらに会員さんに分配されるという形なんですが、日本ではいくつものクラブ法人がリーディングオーナーの上位を占めているというのも、この競馬の大きな特徴でもあります。オーナーブリーダーとしてクラブ法人も運営されている皆さんですけれども、確か、哲也さん、俊介さんのおじいさんにあたる吉田善也さんが最初にこういうクラブを設立されたというような記憶があるんですけれども、そこから今の現状、成功の秘訣、そのあたり哲也さんいかがですか。はい、その秘訣があるかどうかわからないんですけど、この日本においてはこのクラブ法人というものが非常に重要なシステムとしてもうすでに根付いているように思います。日本の競馬はもうおかげさまでといいますか、主催者の皆様の広報活動ですとか、魅力のあるレース番組作りによってすごく常に人気の水準が高いというふうには思うんですけれども、その一方でそのファンの中からその馬主になってみたいとか、そういうような、要望が出たときに、そのまたその資格の取得というところがちょっとハードルが高いというような現状があるのかなというふうに思います。資産とか収入だけではなくて、その社会的な立場ですとか、あといろいろ書類を用意して、しかも数ヶ月かかると、すぐに思い立って馬主というわけにはいかない現状があるんですけれども、そのクラブ法人はそこの部分を補完していてですね、そのしかも1頭持つとなかなかの費用がその競走馬っていうのはかかるんですが、その数十分の1の投資で馬主としての疑似体験ができるということで、馬主になられる方の裾野を広げてますし、引いては生産頭数が増加することにもつながってますし、競走馬の需要の創出にもつながっているというふうに思います。また生産牧場にとりましても、競りが今大変その国内活発な状況なんですけど、やはり同じ馬を売る機会っていうのは多くても2回か3回、普通は1回みたいなところがあるので、クラブ法人に提供するという選択肢があるというのは、生産者にとってもその経営の安定ですとか、またその残しておきたい繁殖牝馬なんかをその提供することによって、その
スムーズに、繁殖牝馬として牧場の方に戻してこられるというようなルートも確立されていますので、生産者にとっても非常にメリットのあるシステムだなというふうに思います。クラブ法人相当数の頭数はその世代ごとに募集して運用しますので、各主催者様にとっても1レースごとの頭数の確保ですとか、魅力のあるプログラム作りに貢献できているんじゃないかというふうに思っているんですけど、こういったところがクラブ法人の日本での影響力が高いというのの要因かなというふうに思います。クラブ法人で募集された馬 その会員さんになっても、その人たちは厳密に言うと馬主さんということとは立場が違うということですよね。はい、そうですね。ただ、それで、出資することによって、馬主さんのような体験ができるということで、その後にちょっと今ハードルは高いんですけれども、馬主さんを目指そうかなと思ってくださる方が増えているような実感はあります。はい、そして俊介さん、イクイノックスは500口で募集されたクラブ法人の馬でした。会員さんの表情などを見てどのようなことをお感じになりましたか？そうですね、たくさん、毎年そうですね、それぞれのクラブ大体80頭とか90頭ぐらいでしょうか、募集馬がいるので、必ずしもね、募集馬がいても必ずしもそんなすごい馬に巡り合えることはないんですが、やっぱりたとえ500分の1でもそのような年度代表馬に、なるような馬、また海外での G1 も勝てるような馬に巡り合えた人たちっていうのは本当、たとえ500分の1でも本当自分の馬だと思ってますし、本当にその馬が活躍している2年間3年間幸せそうな顔をしていらっしゃいました。クラブ法人の会員さんから実際に、いわゆる本物の馬主さんになろうという、そういう動きもあるんですか？ものすごくいっぱいいらっしゃいまして、本当は会員さん一人一人全員把握してればいいんでしょうけれども、サンデーレーシングでも6000人以上の会員さんがいらっしゃったり、シルクレースやキャロットですと1万5000人6000人の会員さんがいらっしゃるので、ちょっとお一人お一人を知っていることはないんですが、後々馬主さんになってからお話しさせていただいたときに、実はというところで競走馬のオーナーになることに興味を持って、一番最初に手軽だったんで持ったのが御社のクラブでした、提供馬でしたっていうのを聞いて、そういう方々もたくさんいらっしゃるんだなというのを感じております。そうですか。はい、さあ、そういったクラブ法人に提供される馬も生産馬もいる一方で、岡田さん、競りも非常に日本では最近活発になっているなという感じがします。はい、1998年にセレクトセールが始まって、はい、その他の北海道で行われる競りも非常に盛況というふうに伺っていますが、はい、以前は庭先という、はい、牧場と個人間でやり取りして、はい、ここで売却するという仕組みから、はい、競りであったりクラブ法人であったり、はい、このあたりの変化というのはどのように受け止めていらっしゃいますか？そうですね、まず前提として、その日本ではその重賞レースだけではなくて、下のクラスのレースでも賞金が厚いという、裏付けがあるということが大きいと考えています。で、競り市場の活況の一番の原因は、馬主さんの増加だと思います。とにかく先ほど の石丸さんのご説明ではあったんですが、2010年頃まで、馬券の売り上げが減ることと同時に馬主さんの数も相当減りました。で、その後ずっとこう少しずつ増えてきてるんですね。で、馬主さんが増えた理由は、3つあると思ってまして、1つ目はその若い経営者の人たちが馬主として競馬に参入してきたんですね。で、彼らはそのスターである武豊騎手が作ったともいえる第二次競馬ブームの時に流行った競馬の漫画やビデオゲームに触れた世代で、またクラブ法人の元会員の人も多いんですね。で、2つ目は、日本調教馬の国外 G1 レースでの活躍、これによってその競馬が国際的な競技であること、そしてその YouTube を含む海外競馬の映像に手軽にアクセスできるようになりましたので、それを見てですね、夢やステータスがあるなというふうに感じて参入する人が増えたと考えています。3つ目がですね、
まあ、最近の、競馬アニメでゲームでもある馬娘ですね、まあ、これによって親子3代で、競走馬の名前を同じ競走馬の名前を知っているという状態ができてまして、これによってまた競馬ファンが増えてるっていうのは大きいと思います。でこれで、まあ、真奈さんが増えたと。でまあ、競り市場の運営にはまあそのいろんな課題があるんですけども、まあ何といってもその競り市場取引馬が大レースで活躍することが一番宣伝になっています。でまあ国外のバイヤー向けの課題ですと、例えばあの輸出検疫施設の拡充やまあ消費税の一時納付の免除などがまあ海外に比べると遅れてるかなっていう部分はあるんで、そこは改善した方がいいと思います。はい、ありがとうございました。さて馬の世界はそれぞれの皆さんの牧場から買い手がついて売ったら、はい、これでおしまいということではございません。その後に順次育成、そして競走馬としてデビューした後も休養であるとか、療養のためとか、いろいろこう施設が必要になってくるわけですが、お三方ともそれぞれの牧場でそういった馬たちの休養施設、育成施設を作ってらっしゃいます。一方で JRA ではトレーニングセンターというのが東西に1か所ずつありまして、それぞれ厩舎は最大28馬房というところで調教師さんが管理してらっしゃるわけですが、そことの入れ替え、そして、牧場の皆さんの持つ牧場の果たすべき役割、その辺については岡田さんはどのようにお考えですか？そうですね、あのちょっとだけあの2つの大きな流れを説明させてもらいたいんですけど、まず、1993年に JRA が浦河町に BTC を開場するんですね。まあ、これが、まあ、東洋一の規模を誇る調教場と呼ばれてますが、まあ、その通りで、それまでも私たちの牧場のように、まあ、自前で大きな調教施設を持った牧場はありました。しかし、まあ、多額な投資が必要なために、まあ、20個ぐらいあったかどうかなっていった状態でした。でそれからその BTC ができてからですね、あの BTC やその周りに馬房を借りて育成調教を始める人がすごく増えます。既存の生産者もいたんですが、BTC の調教コース使用料が安かったために新規参入者が非常に多くてですね、あの育成所の数が一気に増えました。そこから今本当に日本でも有数の規模になった育成所もたくさんありますんで、まあ、この影響は大きかったと思います。次に、その頃から2020年ぐらいまで馬券の売り上げが落ち続けるんですけど、まあ、それに伴い賞金も落ちます。で特にひどかったのが地方競馬で、賞金を下げるだけでは継続できずに、約13の競馬場が閉鎖されました。でそれはまたその生産牧場にとっては馬が売れない非常に厳しい時代でもあって、それで廃業した、生産牧場も約半分ということになります。で残った生産牧場もかつて自己所有の繁殖牝馬ばかりだったんですけども、これをその転換してオーナーからの預託繁殖牝馬を、増やしました。またオーナーたちはその競走馬をより賞金の高い JRA に送り込むようになりますので、ここであの JRA の厩舎のキャパシティをまあ超えていくことになります。でそれに伴って若い調教師を中心に自分で仕上げるのではなくて、大規模な育成場、民間育成場で仕上がった馬を入れ替えてレースを使うスタイルが、まあ、広がっていきます。でここからトレーニングセンター周辺の育成牧場が増え続けてますし、今も増えているというような状況です。でまあ、そうですね、まああの美穂トレーニングセンターの近くに自前の育成場を持っていますが、やはり一番は人材確保が大変かなっていうのは感じています。まあ、もう一つ他にも、まあ、あの問題というか課題は出てきているんですけども、まあ、それは後ほど触れられればいいかなというふうに考えています。はい、半世紀ほど前まではまだその順次もしていない育成段階前の馬がそのまま調教師のもとに預けられたなんていう話も聞いたことありますが、そうするとあの今の時代は俊介さん、牧場と調教師さん、そして馬主さん、その関係性というのも、まあ、より密になったといいましょうか、また変化がありますよね。そうですね、私どもでお売りしたというか販売した馬は基本北海道の、
ノーザンファームでの調教施設で順次され、競馬に向けてのトレーニングが積まれて、でですね、JRA の、そうです、ゲート試験が受けれるレベルになって、まずミホリットのトレーニングセンターに、移動するんですが、まあ、その後、まあ、以前に比べるとそのゲート試験だったり、まあ、まず初めての北海道から本州への輸送っていうのがストレスフルなものだっていう認識も強まってまして、ゲート試験受かった時点で一度、私どものとこですと天栄信楽のトレーニングセンターに、放牧に出て、また再度、初めての、出走に向けて、トレーニング、調整されるという形が増えてきました。また先ほど言ったようにレースとレースの間もそれぞれ牧場に戻ってくる、ケースが増えているというかほとんどですので、牧場の中でその一つの調教競走馬を、トレーニングして、その状態を常に調教師さんや、まあ、馬主さんと、共有して、次の目標ですかとなるレースを決めた後に、こちらとしてもそのレースに向けて、調教強度を強めていって、そうですね、全部予定をみんなで共有して一頭の競走馬を、見ていっている予定を決めているという形になっていますね。そうしますと昔に比べるとその競走馬が実際にトレーニングセンターにいる期間というのはずっと短くなってきているということでしょうか。そうですね、だいたい、まあ、目安馬によってまた調教師各々の調教師の方々によって違いますけれども、平均すると次の目標となるレースの3週間前ぐらいに、ミホヤリットのトレーニングセンターに入球するのが平均的な日数かなと思います。そうですか。それだけ牧場の役割も大きくなってくるということだと思うんですけれども、つまり生産馬販売馬はその後も責任を持って面倒を見ますよということになってくると、例えば哲也さんセレクトセールで馬が売れた場合、まあ、セレクトセールの価格もどんどん高騰してますが、そこには、購買者にとってはその後も、社大ファームであったら社大ファームで育成順次いろいろやってくれるということも込みの値段になっているというふうに考えればいいんでしょうか。そこは馬自体の価値を評価していただいたということにしていただきたいんですけれども、まあ、実際やはりそのきめ細やかなそのサポートですかね、その競争時代現役時代に至るまでのその部分を考えられてその購買価格に反映されているという事実はまあ否めないかなというふうに思います。やっぱり現在その入れ替え制度というものがその調教師さんと僕トレーニングセンター間の牧場の調教施設間の入れ替えというのは非常に大事な日本の競馬では要素となってますので、そこがスムーズにいくというのは結局競馬の結果にも結びついてくるところはあるかなというふうに思います。私ももちろん馬そのものが素晴らしいから素晴らしいネタがついていると理解はしております。失礼いたしました。さてお三方ともにそういった生産育成そして種牡馬事業もされているわけですけれども、引き続いて哲也さんに伺いましょう。この日本のサラブレッド、サンデーサイレンスが出現してサンデーサイレンスの後継種牡馬ディープインパクト、そして今やコントレイルなど、そしてイクイノックスもその血を引く馬ではあります。どういったビジョンで種牡馬繁殖牝馬を揃えていこうとお考えなんでしょうか。はい、基本的にはですね、その日本の中で走った競走馬に関してはやはりその強い競馬を見せた馬はその馬の自体のそのパフォーマンスが本当に遺伝するかどうかは別として、優良な繁殖牝馬を集めていく傾向にあると思いますので、これは成功につながる確率が非常に高いと思いますから、そういった馬は例えばスタリオンステーションに置くとしたら念頭に入れていきたいところです。ただ生産の方向性というのは、各生産者さんそれぞれ、独自のビジョンをお持ちの方も多いですし、
これといった正解があるわけではないように思います。個人的な意見ですけれども、はい、だからまあこのままその日本の生産がこういう方向に行くよというのは、ちょっと一概にはまあ言えないところなのかなというふうには思いますけど、うん、ありがとうございます。そして岡田さんにも伺いたいんですけれども、はい、近年、まあ、中央競馬芝の 2400m がチャンピオンディスタンスとして考えられてきたわけですけれども、海外のダートレース、そして日本でも地方競馬NAR による地方競馬ではダート番組が非常に充実してきているという中にあって、はい、まあ、馬作りの方向性、そのあたりはどのようにお考えですか？そうですね、まあ、多分正直言いますと、社大グループさんがクラシックディスタンス芝の 2400m でかなり強いんで、もうそこで対抗しようと思ってない生産者の方もいらっしゃって、まあ、どちらかというと後で勝負しようとか、そういうふうにこうターゲットを、まあ、絞ってきてる牧場も結構あると思います、はい。で、まあ、うちは正直まだそこで頑張ろうと思ってますんで、なんとかしたいなとは思ってます、はい。岡田さんはもうお父様の代からもう社大ファームに追いつけ追い越せというのを、はいはい、歌ってらっしゃったと伺ってますが、はいはい、まあ、今は背中も見えない状態なので何とも言えませんが頑張ってます、はい。もうぜひとも頑張ってください。そして馬資源はもちろんのこと、人も非常に大事な資源になります。俊介さん、北海道では人材不足、若い人たちのその競馬を仕事で競馬の職に就きたいという人の流れ、そのあたりは現状どうなってますでしょうか？そうですね、ノーザンファームでは、十数年前までは日本人の、高校や大学の馬術部出身者だけで非常希望の、新入社員を充足することができていたんですけれども、近年は少子化の影響からか、他の業種と同様に、新入社員の確保には苦労していて、馬術経験者だけでは騎乗者候補の採用は足りていないのが現状です。現在50名程度の中南米出身の騎乗スタッフに働いてもらっているのと同時に、日本人スタッフでも入社まで乗馬を未経験だったり触ったことがないという騎乗希望者も毎年20名以上今では採用して、それでも入社してから半年後であったり12ヶ月後には競走馬を扱う厩舎に配属するべく教育する育てる仕組みをノーザンファームでは取り入れています。また馬術経験者の新人スタッフも入社して3ヶ月から6ヶ月ぐらいですかね、毎日乗馬練習を重ねて競走馬に騎乗するスキルを磨いてもらっています。彼らを指導する専任スタッフもだんだん増えてきて、今は10人弱になってきました。ノーザンホースパークという施設も牧場の中に一般の方が来場できる施設なんですけれども、1989年に開業して35年、父の吉田克美は乗馬を通じて、馬に関わる人材を育てたいという理想を持ってオープンした施設なんですが、今でも新人練習とスタッフの自主練習を合わせて乗馬を80頭ぐらい用意してまして、僕も馬乗るんで僕の馬も含めてですけれども、就業時間中の先ほど申し上げたようなレッスンも練習はもちろん、またその、まあ、乗馬大会に出たいとかっていうのもあるんですけれども、自分のスキルアップのため就業時間外でも自主練習できる環境をスタッフのために用意しています。まあ、こういったところが取り組みかなと、ありがとうございます。中南米の出身の方が50人ほどいらっしゃる。そうですね、日高ではまたもういらっしゃいますし、またインド出身の方も日高ではたくさんいて、うちはそのなんていうんですかね、そのスペイン語をしゃべる方にちょっと絞って、その、まあ、スペインお世話をするスタッフも揃えなければいけなかったと思って、うん、中南米出身だけなんですけれども、うん、今やっぱり騎乗者はすごくその北海道では特に、まあ先ほど言った信楽や庭園にもたくさんいますけれども、足りて、まあ、民間の調教所というんですかね、まあ、足りていなくって海外から来ているライダーの方々に助けられている部分はすごく大きいと思います。なるほど。その意味では岡田さん、日高地方でもその海外からやってきて日本で馬の仕事に就いているという人もかなりいらっしゃると思うんですけれども、はい、その馬乗りの仕事の技術を教えるだけではなくて、その人たちが実際に日本で暮らしやすくするためのケアというのも必要になってきますよね。そうですね、やっぱり受け入れるかはもちろん会社だけじゃなくて一緒に働く従業員の気持ちの面でもやっぱり、うん、
ウェルカムな感じを出さなきゃいけないといった部分がありますので、まあ、生活面のサポートは当然としてですね、そういった配慮はされていますね、うん、そうですか。そして哲也さん、女性の就業についてはどんな割合ですか現状。正直社内ファームにおいては、1割程度の女性従業員が働いているというような、まあ、状況です。いろいろ制度も充実していかなければいけないということで、まあ、ここ最近はその出産や育児に関わる部分ですとか、なかなか手をつけられていない部分もあるんですけれども、共有の施設をまあ男女別に分けたり、またその時短制度ですとか、働きやすい環境を作るようにまあ心がけておりますので、徐々に増加はしているような状況です。ありがとうございます。さあ、お三方ともに時代の日本の競馬界を背負う存在でいらっしゃるわけですけれども、将来に向けた取り組み、あるいは今後のビジョンなどを改めて伺っていきたいと思います。吉田俊介さんからお願いできますか。はい、そうですね、先ほどからも少し内容出てましたけれども、まあ、継続的に関わっていかなければいけないと考えていることは、競馬産業に関わる人材の育成や教育に引き続き力を入れていきたいと思っています。具体的には乗馬のコミュニティへのサポート、これは引退競走馬の活躍にも同時につながると思うんですけど、なんていうんですかね、最近地方競馬が活況で、またインターネットオークションの仕組みもできて、私が選手だった、まあ、2、30年前よりはもう、JRA から地方競馬に行く馬がすごく増えて、久しぶりに乗馬の世界に戻ってきたら、サラブレッドの競技場ってすごい少なくなっちゃったりしてるんですけど、まあ、そういうマッチングであるとか、またノーザンファームでは今までもやってることですけど、乗馬大会の開催への助力だったり、大学や高校の馬術部の活動への援助っていうのも引き続き行って、協力していきたいなと思ってます。また来年から北海道の大学の中に馬について専門的に学ぶカリキュラム、エクワインサイエンスの学科ですかね、始まるんですが、ここにも今委員会にうちの人間が呼ばれてまして、そこを彼を通して意見も言ったりしているんですが、また他の大学でもそういった企画があったりしまして、これをはじめいろいろなプロジェクトがありましたら積極的に参加して、競馬また馬産業に携わる人材を増やすべく、努力していきたいです。未来を担うホースマンたちに夢を持って参加してもらえる、競馬産業に業界になるべく、JRA の皆さんともまた、業界の関わる皆さんとも協力して取り組んでいきたいと思ってます。ありがとうございます。では吉田哲也さん、お願いします。はい、人材に関する面では我々も非常に力を入れていかなければいけないところですし、具体的にいろいろ始めてもう少し経つんですけれども、そこの部分は吉田俊介さんと同じような流れで取り組んでいきたいと思います。あと最近はやっぱりその暑熱対策ですね、その気候変動が非常に日本においても今も台風すごい強いの来てますけれども、従前よりもかなりそういった気候の変化が強くなってきているような気がしますので、どうしてもその働いているスタッフ優先ということにはなるんですけれども、その馬も同じように暑いですし、すごい湿気に苦しんでいるので、エアコンの設置ですとか、ミスト噴霧器の設置、またその日陰の部分を多く作ったりなど、そういう取り組みをさらに進めていって、ちょっと気候の変化に対する対応はさらに力を入れてやっていきたいかなというふうに思っています。ありがとうございます。では最後に岡田さん、どんなビジョンをお持ちでしょうか。はい、自分の事業に対しては先ほど、スーパー作用を当てることと言いましたけど、これは実現するには運の要素も非常に大きいので、できないかもしれません。ただその今その各産業でロボットや AI、馬に関して言うと遺伝子検査なども導入していこうかなとはいうふうに思うんですが、なかなかやっぱり人にとって変わるのは難しい分野じゃないかなというふうには感じています。ですからその人の採用、教育、研修なども含めて大事にしていきたいなとは思います。
で各方面にお願いしたいことはいろいろあるんですけど、例えば、政策面では、農地の集約を促すことによって、大規模経営の牧場がもう少し増えた方が良いのではないかなというふうには思います。もちろんこれ規模を大きくするメリットは従業員の給与や休日休暇を増やせるっていうのはやっぱり規模がないと難しいなと思うんで、やっぱりこうまず牧場側で競馬産業に、就職したいという人たちを受け入れる十分な体制がある方がいいだろうなというふうには思います。制度面では、地方競馬をまとめられるようにもうちょっと NAR の権限を強化してもらいつつ、JRA と、地方競馬の人の行き来を促してもいいのではないかなと思います。特に優秀な調教師さんも地方競馬たくさんいらっしゃいますので、その辺ももっと考えていただいてもいいんじゃないかなというふうには思います。あとは自戒を込めてなんですが、日本の競馬産業は世界で最も恵まれていると感じてますので、先人たちが苦労して作ってこられたその競馬のイメージをですね、悪くしないようにやっぱり業界の人々はそのおごらず真摯に取り組んでいくことが必要じゃないかなというふうには感じています。以上になります。ありがとうございます。本日は大変貴重なお話を伺うことができました。社大ファームから吉田哲也さん、ノーザンファームから吉田俊介さん、ビッグレッドファームから岡田博和さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。